次呢，我来到的是日本的东北，这里呢有很多很多的很棒的艺术家。よろしくお願いします。橋本です。Hi。我来到的是日本的东北仙台机场，这里呢有很多很多的很棒的艺术家，所以呢这一次的旅程非常非常的期待哟。而且呢现在呢要来仙台是非常的方便，每一天从桃园机场都有 PG 航空来仙台，每一班都有哦，所以呢希望大家都可以来这边仙台旅游。すごく一番大変です。矢作さんですか。はい、矢作です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらにあるのが矢作さんの作品なんですね。はい、そうです。紹介してもらってもいいですか。はい。はい、お願いします。僕の器は白い土を使って、作っているんですけれども、こう工房から見える雪景色とかそういったものをイメージして作っているものになります。この作品を作る時のこのインスピレーションっていうのはどういった時に舞い降りてくるんですか。はい、そうですね、やっぱりこう自然の中にこう身を置いていて、こう自然の美しさに触れた時に、あ、こういうものを作ってみたいなとか、あとは普段生活している中でちょっとしたこう生活の変化に気づいた時に、こういったものがあったらより面白くなるんじゃないかと思ってヒントを得ることが多いですね。哇，这么精致的作品，这个女生会非常非常喜欢，因为它的曲线啊，它的设计都非常的优雅，我个人超级超级喜欢。さんのアトリエにやってきました。いらっしゃいませ。イクミさんの工作室、这里呢有很多イクミさんの作品、我刚刚稍微看了一下、每一个作品都非常的精致、非常非常的漂亮。ちなみにこのアトリエのお店の名前、はい、ってなんていう名前なんですか。あ、このお店はザ・デイって言いますね。はい、どういう意味を込めてこのザ・デイっていう名前にしたんですか。ですね、今日、ザ・デイ、デイって、今日っていう意味がありますけれども、今日という素晴らしい日がこれからも続いていきますようにっていう、いろんなね、生きてるといろんなことがある、悲しいことも悔しいこともいろいろありますけれども、それも含めて素晴らしい日と考えて、それがずっと続いていくようにっていう、ある言葉があるんですけれども、それをそのままいただいたような。就是可以迎接美好的一天的意思，来到这边就是美好的一天了，很开心。こんにちは。いらっしゃいませ。橋本さんですか。はい、ようこそデコ屋敷へ、橋本です。我在这里呢有发现了一个这个饰品，它也是盒子做的，我觉得非常非常特别。为什么用盒子做这个耳环呢？どうしてこの和紙を使ってそのアクセサリーを作ろうっていう発想にたどり着いたんですか？そうですね、この張り子を作る技法というのが、結構一手間二手間、手間のかかる仕事なんですけども、すごく何でも作れるんではないかっていう可能性を昔から感じておりまして、
和紙の素材を生かした張り子で何かものできないかということで、若手のアーティストたちと相談したところ、アクセサリーがいいのではないかということで、現在のこういったアクセサリーを張り子の技法で和紙で作っております。軽くてですね、好評ですね。わー、全然好輕哦。この和紙を使って、はい、これですよね。これを使って重ねて重ねて形を作って、そうなんですよね、一つ一つ、心を込めてですね、手作りで丁寧に作っております。すごい。原本是这样子，然后就粘粘粘粘在一起之后就变成这样子喽，很时尚哎。